ウィーン地方鉄道はウィーン南港の交通を運営する高企業である。持ち株会社はウィーン公共事業有限会社で約99.94%の持ち分を所有している。全路線の料金はオーストリア東部運輸連合の料金システムにより適用されている。1999年ウィーン地方鉄道は鉄道貨物事業を始めて事業範囲を 欧州連合の全地域まで拡張している。路面電車路線図ショエプフベルク停留所で停車する路面電車バーデン市の361番バスウィーン都心部のオパーから南高のバーデンヨーゼフ広場に至る30.4キロの鉄軌道線を運行しており、バーデン線とも呼ばれる。途中、34カ所の駅と停留所があり、平均駅間隔は1キロ未満と短い。 内ちオパーから旧市街地南部のフィラデルフィア橋までは一部を除きウィーン市電と路線を共用している。そこから先は基本的には伏線の専用軌道であるが終点のバーデン近くは単線の併用軌道となっている。ウィーン地方鉄道は毎日3万人の利用者があり、通勤、通学や南部ショッピングセンターへの買い物客など様々な利用がなされている。 このほかウィーン地方鉄道はバス路線も運行している。ウィーン地方鉄道はバーデン市のバス路線も運営している。360番バスはウィーン国立歌劇場まで運行され、バーデンのカジノバスと呼ばれる。2006年3月から360番はウィーンの深夜バス路線に含まれている。361番バスはバーデンとその近郊を及び、 ニーガーエスターライヒ州の南部産業団地を結んでいる。ありがとうございます。